今この何ですか、私は昔から、昨年からですか、あの虫くたしのお話、はい、みんなにこの知り合いとたちは、ちょうどあの二人が見えた時に、うん、ね、虫くたし飲んだでしょ、飲みました、うん、今日渡したのね、動物用の、あの動物用の虫くたし、うん、じゃあね、そういう虫くたしのその話もう一回するけ、歯ぶきとか悪いとは必ず虫くたしと関連性があります。虫です、まあ、菌ですかね。菌が増殖するんだけど、ね。菌の糸、この何ですか、この糖尿の糸、高血圧の糸、いろんなあのところが虫がこの何ですか問題が発生していることが最近じゃないで昔から分かったの。だから私は漢方の世界、この少し薬草の世界ちょっと研究したでしょ。うん、薬草のことをね、この見ればね、あ、お腹が痛いからもうどうしましょうか。昔ですから、それをあのこういうこのなしか虫くだしができるようなものを食べさせればケアクリアになります。これとっても重要な話ですので、あの要するにこの甘いものとかこの小麦系多く食べる人は虫がたくさん多発発生するようになっております。だから今の人たちはあの要するに添加物がむあの虫がねすごく好きになっておりますね。それでこの虫もね変異するんだよ、添加物に追っかけて。そういう環境に腸内がいっぱい問題が発生するから、もう女性のこのなぜかこの子宮の問題、全部虫と関連性がある。脳梗塞、脳も。だから歯拭きが悪いとか歯が悪いことが脳梗塞になりやすいに言ったでしょ。脳のあのポケやすくなってことでしょ。これが上に上がっちゃうからですよ。直接脳にところ上がっちゃうから。だからこれからあの虫くだしでもこのもう 今コロナあたごた言ってるんですけど、私昔から虫くだし言ったで、その話です。そうですね、うん、とにかく私さっきにみんなに案内してやっとこの時であなた動物の虫くだし言わないでください食べたものでも韓国は安いからとか言って本当100円いやもっとなるよ今は。あ、そう、人気が出て、いやそれは人間のものですよ、うん、だから本当にこの考えして相談してください。糖尿の患者たちもただあの糖尿のいい薬飲むことよりこのアクションとって飲まないといけないの。まず虫くだし全部追い出して、糖尿の虫下し治療ですか、うん、はい、だから その代わりに人によって全部違うんです。そうでしょうね、今の人たちは何ですかするければね、アレルギーが発生しやすいの。そうです、ね、体がね、普通の体じゃないのよ。そういうことをどうやって乗り越えるければいいのか、どういうタイミングでどうやって食べるければいいのか、そういうこともありますので、その場合あの個人でこの案内します。そうですね、私の友人から聞いてるお話 ね研究所から聞いてるお話、はい、じゃあよろしくお願いします、はい。